皆さんこんにちは、村田です。こんにちは、田です。はい、これね、村地の裏部屋っていうのがあるんですよ。はい、あのサブちゃん、そう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 、トーク動画なんですけど見てます。はい、もうこのノーカットでいくんで、しっかりしてください。わ、はい、かりました。今日はあの、今ね、こう人気 YouTuber のワッタくんが来てくれて、いろいろと話したんですけれども、ちょっと出演いただけるということで撮ってます。はい、今日、僕がこの村地の裏部屋で、はい、ワッタ君に聞きたいのが、はい、あれワッタ君今いくつになりました？今23ですね。23歳、大卒1年目の年ですかね。ですよね。はい、まあ、そこで、まあ、今でさえね、なんか卓球業界でフリーランスで生きていくみたいな子はちらほら出てきた気がするんですけど、まあ、ほぼ一番最初にその行動をしたのがワッタ君なのかな。最初なんですかね。まあ、多分あんまりいなかったと思います。で、まあ、フリーランスとして、まあ、YouTube とかその他にもね、やりながら、まあ、大体1年ぐらい経つじゃないですか。そうですね、まあ、大体ざっくり、はい、もう少しで1年かなぐらいな感じかな。はい、そうですね。で、まあ、実際ね、こう卓球やってみて、うん、どうかと。はい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 。まあ、僕が旗から見てると YouTube とかを見たりとか、はい、活動を見てると、はい、ああもう結構いい感じに進んでるんじゃないのっていう印象なんですよ。はい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 。実際のところね、まあ、多分今、うん、こう今のこの世のね状況からしても、フリーランスやってみたいなとか、他業界にちょっと一歩足を踏み入れてみたいな、うん、みたいな人が、まあ、ツイッターとか見てもさ、はい、ちらほら見えてくるので、はいはいはい、まあ、実際にそれを行動を起こして1年ぐらいやってみてる、はい、でみんながだいたい知ってる、しかも YouTube とかも通してあわったくんでしょって知ってる状況の人が今1年やってみてどう感じたかっていうのを聞いてみたいんですよ、僕。はい、我らした。はい、どうですか。はい、率直な意見としては、はい、いや思ったよりも運が良かったなっていうところで、うん、まずはそこにつきますね。やっぱこうみんな独立1年目結構苦労する人が多いとは聞いてて、はい、もちろん卓球業界に限らずなんですけど、うんうんうん、そんな中で、まあ、僕も苦労も確かにしたしですけど、うん、でもやっぱ思ったよりも早くいい感じに立ち上がってるのかなっていう印象ではありますね。素晴らしい。1年目なんかね、もう本当死にかけのまま1年間過ごす人いっぱいいるからね、本当に。確かに。ですね。こう、フリーランス始めて、はい、始めようと思った時に、はい、ああ、もうこんな感じで進めていこうみたいな、まあ、ざっくりあったと思うんですよ、私は、ね。はいはいはい、はい。まあ、これを主軸にして、はい、まあ、こんな仕事も取れたらいいなとか、はいはい、こういうふうに進めればいいな、1年間みたいなのを当初計画としてなんとなくあるじゃないですか、はい、やる時って。ありました。10ヶ月経ちました、はい、1年弱経ちました、はい、どんどん変わっていきました。あ、変わっていきます。もちろんもちろん、やっぱりもう思い描いてる通りに進まないですもん。全然本当にやっぱり変わった、はい、全然違いますね。元がその僕が大学4年生卒業して、うん、まあ、2月から働いてたんですよ、はい、早めに働いてて、でまあ東京の IT 企業に勤めて、はい、元はそこでまあ、なんだろうな、プログラミングとか学んで、そこで将来独立したいなと思ってて、もともと僕が会社員とかよりも自由に行きたいみたいなのが先にあって、はいはいはい、でやったんですけど、まあ、僕結構こう社会に適合できないというか、うん、こんな感じなんで自由人というかそんな感じで、なんか社会に馴染めず、うん、変な上司がいたとかじゃないんですけど、なんか毎日満員電車に揺られ、うん、なんか上司にペコペコしてっていうのがあんまりこう好きじゃないというか、で4ヶ月で辞めて、そうですね、うん、はい、でそこで最初はやっぱり辞めるとき YouTube を始めたんですけど、正直ノリと勢いで辞めました。おお、はい、もう辞めると、はい、とりあえず何やりたいかは置いといて、今はこれやりたくないっていう、うんうんうん、やりたくないが先に来て、おおおお、まあ、やばかったら別にバイトすればいいし、フリーターでもいいし、それともやばかったらもう実家函館なんですけど、函館帰ればいいやぐらいな気持ちで、そんなになんか会社辞めるを重く受け止めず、はいはい、はい、辞めましたね。おお、はい、いざフリーランスになって、はい、最初は何主軸で行こうと思ってたの？あ、最初はとりあえずまず YouTube を伸ばそうはありましたね、はい、うんうん、辞めたと同時ぐらいに YouTube を本格的に始めて、で最初のうちはまあ、卓球教えたりとかして、なんかこうとりあえずしのいでいきたいなみたいな、うんうん、そういう時僕貯金も全くなく、家賃とか払わなきゃいけない状態で辞めたんで、
まずは目先のお金どうにかしなきゃなと思って、はい、作らないと、はい、でそこでたまたまこう知り合いのつてとかでちょっとこう個人的に卓球をしているような人たちがいて、そこでこうまずは食いつなぎつつ、ちょっとまあじゃあ資産になるような労働と思って YouTube だったりとかを始めた感じですね。おー、はい、リアルだね。いやー、なんかこんな真面目な話リアル、かなりリアルだね。かなりリアルなんですけど、まあもうそんな感じですね。そうね、まあ生きていくためには何かすぐキャッシュを作らないといけないですからね。そうです、そうです。もう変な話、 YouTube ってすぐお金にならないし、そうですね、はい、稼げるようになるまでやっぱり時間もかかる。まして僕が本当無名だったんで、そこから這い上がっていくためにはコツコツやるしかないと思ってやってましたね。はい。そこからまあ今 YouTube もこうゆうじくんダーッと来てるじゃないですか。はい。で、まあ、2万人ぐらいですか今。1.7 いかないぐらいですよね。万ぐらい、はい。まあでも卓球の YouTube そこ行くってかなり大変だし、昔だったら相当時間かかることなんですよ。そうです。まあその時代の流れとかもあるんですけどね。う、うん、こう YouTube ってドンって行きました。いやいや全然もうコツコツ？もうもう底辺を突っ走ってましたよ最初は。こう、はい、こう行くのって何か変えました？あ、こういったタイミングは最初僕変な話。調子乗ってたんで、うん、出しときゃ伸びるっしょみたいな、あほんと舐めくさってたんですよ。で、やってたんですけど全然伸びないし、じゃあ収益入ってももうお小遣いぐらいなんか、はいはいはい、入んないじゃないですか、うん、ってなった時にこれやべえなと思って、うん、一生このままやるのやばいなと思って、そこからまあ、今タクキチさんとかいるじゃないですか、はい、すごいこう伸びてて、うん、でさんとかと一緒にやるようになったのが11月後半ぐらいなんですけど、はい、それぐらいからタクキチさんがすごいこういろいろ YouTube の裏の仕組みみたいのをこうすれば伸びるよっていうのをやっぱあの人が結果出してたんで、いろいろとノウハウを教えてくれて、そこからやっぱりこうやって、うんうん、ある程度形になってきた感じですね。なるほど、はい。でまずそことつながるっていうこの縁もあったし、あ、そうです、そうです。それを教えてもらって実行したワッタ君が偉かったってことね。いや教えてもらってもやらない人いっぱいいますから。いやいや、どうなんですかね。はい。なるほどなるほど。はい。そこ伸びてきて、なんとなくちょっと落ち着いたとか、あ、心の余裕は出てきました。そうです、心の余裕が出てきて、それまではもう心の余裕などなく、全然、毎日明日生きていけるかな、みたいな感じで思ってましたね。はいはい、あー。はい。まあ多分、他から見たら、フリーランスでもうやっていける第一人者っていう、印象はおそらく僕の中ではあると思うんですよね。そうなんですかね、うん、まあでも実際は最初わなわなしながら多分やってたと思うんですけど、だいぶそうですね、こう、まあ、自分の力で生きていかなきゃいけないっていう、はい、まあ、フリーランスって自由でありながら、はい、自分次第で、はいはい、もちろん生けるし死ねるしじゃないですか。はい、もちろんです。こうサラリーマン辞めて、はい、最初言ったりこう結構舐めてた部分があって、はい、10ヶ月こういろんな人と関わってやってきて、はい、なんか心の持ち方とか考えで変わった部分って何かあります？はい、ああ、心の持ち方で言うと、そうですね、やっぱりその日々こう波があるじゃないですか、フリーランスだと、うん、なんでまずは感情を消さなきゃいけないので、そのなんだろうな、いちいち落ち込んだり嬉しかったりとかしてると、はいはいはい、もうしょうもなくて、うんうん、本当に僕もまあ今でももうそういう時はあるんですけど、それでもこうそこのまず感情の波、メンタル安定させないと仕事安定しねえかなと思ってて、はね、うん、はい、やっぱ仕事が安定するからメンタル安定するんじゃなくて、うん、メンタル安定するからこそ仕事安定してくるだろうと思ってて、まあ変な話、まあ今でもやるんですけど毎日瞑想とかしますよね、普通に、はい、まず心を整えるってことね。そう、心だと思ってます、僕はもう、うん、メンタルゲーかなと、うんうんうん、言いながらやってますね、はい、なるほどね、それは大事だ。その若さでその境地に行けるのは羨ましいいや、全然まあ今でもその底辺は突っ走ってるんですけど、いやいやいや、底辺的に見て、まあこの今のご時世ね、はい、今のワッタ君みたいにな働き方をしようとか、はい、やってみたいとか、その個の力で生きていける時代になるんだみたいな風潮って今 SNS 界隈でもすごい言われてて、めちゃめちゃ多いですね。でもある意味こう言うのは簡単だけど、責任取れないから、責任取る必要ないから言うこともあるって僕自身はこう思ってて、いや確かにこの時代だし
やればやるだけいける世の中になってきてるけど、うん、はい、でもどれだけ大変かっていうのを伝える人ってなかなかいないないですねじゃないですか。やっぱこう表面のキラキラした部分しか見ないと思います。なのでおそらくわったくん世代でも、まあ、僕世代でも、うん、それこそ20代中盤から後半の一番転職を考える人たち、はいはいはい、でもフリーになろうかなとかやっていけるかなって思って、うん、よし行こうみたいな、うん、こうマインドになってる方たくさんいると思うんですけど、はい、こう先にやって、はい、今無事に生きてる、あ、まあ、現状今のところですけど、ちゃんとやっていけてる、はいはい、あったくんから何か一つこうやる前に、はい、こういうことは考えておいた方が得かもしれませんみたいなのが一つあったら最後の指導士。やっぱりいやもう迷ったらやるかなっていうところに尽きてて、結局、うんうん、やっぱこうみんなこう悩むところがやるかやらないかで悩むんですよ、はいはいはい、なんかこう何となく失敗しちゃう人って、僕もまあ失敗はたくさんするんですけど、でもこの失敗の仕方というか、だから前進しない失敗の仕方でやるかやらないかでどうするかで悩むんですけど、そうじゃなくてどうやるかで悩まなきゃいけないんじゃないのっていうところは僕もすごい思ってて、やっぱりこうやっぱ何かを変えるってそりゃ失敗もめちゃめちゃ多いし、落ち込むことも僕もすごい多いんですけど、でもやっぱり踏み出すところですよね、うん、もうそこは当たり前としてそこでその選択肢を選ぶのが大事なんで、辞めたいなと思ったら正直ね、会社とか辞めたいなと思ったら辞めればいいんじゃないと思うんですけど、辞めたからにはやっぱりそのなんかやるやらないとかで悩むんじゃなくて、そこの悩んでる時間が一番もったいないと思うんで、うん、悩むぐらいだったら辞めて、じゃあ何やろうかで悩んだ方がいいんじゃないのかなと思ってます。なるほど、はい、実際やってきた人だからね。いやー、そうなんですかね、うん、たまたまその、まあ、結構運もあると思うんですよね。正直僕はたまたま運が良かっただけなんですけど、でもやっぱこうメンタル安定してないと運はつかめないのかなと。そうだね、出て、うん、なんか悲壮感漂ってる負のオーラしかない人にはいい話はなかなか来にくいですからね。はい、うん、かなとは思います、うん、なるほど。まあ、さっきも話したんですけどね、やっぱお互い失敗の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。ああ、もう全然うまくいかないです。まあ、でもやらないと失敗もできないんでね。はい、そこから得るものが大きいと思うんで、もし皆さんこうフリーランスってどんなもんなのって思ったら、身近にね、まあ、卓球業界に関しては身近に結構出てきてると思うので、うん、はい、私たちに聞いてみるでもいいですし、ただただやっぱり苦しいことは苦しい、うん、時代はあるはず、はい、一生フリーランスは走り続けないといけないじゃないですか。会社員なんて、僕は変な話会社員だったらサボる組です、うん、やんなくてもお金もらえるから、うん、でもフリーランスって以上もう自転車と一緒で漕ぎ続けないといけない、ね、漕ぐのやめたら倒れちゃうんで、うん、そこの覚悟がなきゃダメだと思います。そうだね、はい、それはもうそれは最もですわ、はい、皆さんぜひね、ちょっと少しでも参考になればと思いますので、はい、何かあったらね、あの、全くに DM すればいいと思います人生相談ですね、人生相談、はい、そんなことで、まあ、今回のウラ部屋はフリーランスになってね、はい、1年経とうとしている全くに話を聞いてみました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。Thank you.